こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回はチャレスタの特攻投手ですね。作りに行きましょう。スバル、スメラ、葵ちゃん、守る、立川、そして夢城と。で、特攻の投手なんですが、ここに抑え投手の基本能力というのが載っております。球速が171キロがマックス、総変貌マックスまでいくと37という形になっております。これを目指して頑張ってやっていければなというところです。で、総変化量にはストレートと第2ストレートも含むので、そこも忘れずにやりましょう。では行きましょう。いいね、ナイス。そうか、5方向で35だもんね。はい、頑張ろう。お、いいね、めちゃくちゃいい。評価上げはほぼほぼ完璧に進んでいる。この一発目の評価上げめちゃくちゃ大事なんでね。 17% か、ちょっとリスク高えな。ただここは突っ込みましょう。うわー、まあまあいいでしょう。変化ポイント40はでかい。うわー、それはしかもやる気絶不調になりましたね。ただここに関してはそんな悪くない。うわ、完全に何かしくりましたね。完全に何かしくりましたね。やる気上がらんかな、なんかで。次確実に優勝できるね。そして、ここもう77上げちゃいましょう。2個つけましょう。まあまあいいでしょう。ここは大丈夫です。で、やる気を上げたいな。ここか。27、25。で、守るをチェンジしましょうか。で、ここは過小に変えます。筋力稼ぎに行きたいんで。うわぁ、ちょっと、しょっぱなからやらかしたな。もったいな。強いけどやる気ないな。どうしましょう。スルーもありかもしれませんが、さすがに行けますか。次、重なる箇所ゼロなんでね。これ結構強かったろうな。さあ、やる気をまず上げましょう。やる気をとにかく上げましょう。すんぎょ、パーフェクトクロスいきなり26か。まあ別にそこで無理する必要ないですね。体力もなくなってしまうんで、普通にここは戻しましょう。スバル頼むよ。ああ、いいいい、オッケーオッケー。葵ちゃんの評価も上げられますね。皇帝の魔球、一回だけやったから分かるんだよね。下が安牌です。で、ここも一人で遊んでおきます。やる気がようやく戻りました。クロスとか別に何でもいいが、してもしなくてもどっちでもいいんですが、葵ちゃんの評価は高めたいなって感じか。ただ守るは評価いいかな。葵ちゃん評価いかないですね。早ー、ちょっと早すぎる。しかも今の体力削りで迎えなくなったな。ここはまあ踏みます。全体的に評価上げられるんで。で、方向攻撃以外を取れたら取りましょう。あ、取れたー。 OKOK、 さすがにね、ここはね。うん、これなら OK。悪くね、ちょっと初手でやる気なくなったのと、初回のアタックがね、絡まなかったのが惜しいですが、まあまあいいでしょう。さ、めちゃくちゃいいんじゃないこれ。拾いましょう。で、ここは筋力でいいですね。筋力がちょっと見えないんで、今のところ。あー、ちょっとやだな、正直。正直レベル離れすぎなので、あんまり行きたくない。まあ、スメラか、スバル、どっちかでしょうね。スバル行くか。スバルは引き上げで行きたかったですけどね、点数。7、2つでいいか。35、37でいいかな。
こっちでいいと思うけどな。2個付けでよくて、35、37。で、逆にスバルを落とすのか。まあ、まんま行ってもいいかもしれませんが、さすがに筋力早めに。35、37。まあ、立川か、葵ちゃんかな。うん、過小にしておきましょう。で、変化ポイント使っておいて、ちゃんと。で、行きましょう。まあ、いい感じだと思われます。そうか、休みましょう。休めない。ただまあ、ここは休むターンなので、いっぱい。そのうち来るでしょう。行ってないキャラいないよ。うん、オッケー。ここはもう我慢です。とにかく我慢すればいい。スバルも来ねえな。お、はい、ありがとうございます。まずは2人。あー、てかレベル差が全然低い方の2人ですね。731か、ちょっと上げてんの。立川ありがとう。ハートが使えてない。さっさと使いたい。もったいないことになりそうだな。ちょ、我慢でもよかったっすね、スバル。肘爆弾。まあまあまあ。スバル我慢でしたね、やっぱ。これで535。どうだろう。ここに関しては正直伸びてないね、多分。はい、次行きましょう。でも優勝してるんで、そんなにこう、窮屈になる必要もなく。これ、スバル行くか。で、これで歌唱が3人。演歌が3人って感じですね。まあ、大丈夫でしょう。真ん中3人が2ポイント上げれるが、まあバランス的にはこっちかな。どうだろう。ビジュアルはまあしょうがないですね。おお、素晴らしい。これめっちゃいいんじゃないの。フィードバックが318なんで、まあ大丈夫ですね。で、ここはコンピューターに任せちゃいます。あとはスバルがサクッと入ってくれたら助かるのと、カーブよりこっちの方がいいかも。そんなこともないか。まあこれでいいか。はい、行きましょう。いやー、ちょっとカンスト級欲しいな。まあまあまあ普通ぐらい。もう全然。さあ、さっさとスタドラ成功してくれ。うわあ、不眠症。もうサクッと直しましょう。 OK。 で、ここは特に体力使う必要もないんで。よし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 、ダブルタックでもいい。ほんとちょっとしたタックでいいので、続けてくれると助かる。来いよ、頼む、スバル。ここはくれ。はい、OK。 スタドラは普通に入りました。で、あとは変化を伸ばしていくだけといえばだけ。で、とにかく我慢ですね。我慢してたらすぐ来るんで、バーッと、オッケー。スローボールでいいか。950、60ちょい。よし、オッケー。うまーく使いましたね。963。
これ別に切っちゃえばいいよね。うん、体力の方が欲しいし、もうちょい欲しいな、もうちょい欲しいな。残り1ターン、集まってこい。オッケーオッケー、まあ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 最低限変化拾いまーす。でフィードバックも結構入ってくるんで、筋力もそこそこ入れられるね。まあ、筋力とあとはコインバランス見ながら役割はチェンジしていきたいですね。一応140-150ぐらいまで来てる。うん、あんまり変えたくないかな。もう一人ぐらい欲しいよね。685。うん。まあ、近づける方向でいいでしょう。54行くと結構な気はするが。ただ短期ソロしかいないな。しょうがねえか。うん、ここはどこでもいい正直で。フィードバックもバーッと入ってくる。132、筋力もそこそこ入ってきますね。使いましょう。で266か、使えない。685なんでまあ大丈夫っすね。まあここか。504848とかにして、で夢城をレベルアップさせて近づけてでいいっすね。これでまあそんなには悪くないでしょうって感じか。ほう、何も起きず。休みっすね。まあ、とにかく我慢するしかないんで。OK、爆弾なくなりました。でここはまあ変化ではないので休みましょう。精神とかでいいですね。柔軟にマイブレいきました。 OK、 ナイス。でまあまあ悪くない、っていうかまあいきそうですね。筋力の方がちょっと怪しいかな。どうでしょう。ちょっとその辺は、まあ、行かないとわからないっていう。もうちょっと欲しいな。このセクションでもうちょっと稼げれば、まあ、かなり見えてきますね。ああ、見えてきた、見えてきた。その辺の方は見えてきてますね。まあ、いいね。これ、ま、完走してるよね。900ちょいか。完走はしてない。これ本当、怪我はしないで。はい、OK。うん、これはまあ見えてきてますね。完全に。スイッチ、回復。もう一回。もう一回来てもいい。わー、なるほど。ここはクロス練習でいいですね。体力も戻したい。ああ、いいんじゃない ?335 でもう一回拾えるな、これ多分。OK、これでいい。で、あ、素晴らしい。うん、神調整。あ、もう一段あったのか。ただ何にも来なかったっすね。守るから、若干急速骨狙えるんだったら欲しい。あとは筋力ポイント欲しい。くれるんだったら。あ、制圧ね。ああ、辛くなかった。辛いと思い込んでた。で、これ最後、優勝もさせてもらいます。560ポイント入ってくる。変化は多分足りたんじゃないか。まあ、ここかな。はい。で、いっぱいつけときましょう。で、あー、なるほど。まあこっちの方がいいですね。さすがにこれ64やばいことになる。
で413か、総編折り編の方上げる。はい、これまあ見てる限り明らかに大丈夫。まあ、筋力の方にシフトして良さそうですね。159か。うん、まあシフトしないとやばいまであるか。ちょっとスメラがだいぶ遠いな。変化はまた入ってくるし、多分ですが大丈夫。あとはハートついてるやつを緑にしたいですね、できれば。なのでスバルかな、2個ついてるし、ね、じゃないと来て帰ってこないで。おい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 、スバル緑だったわ、完全やったの。スバル緑だったな今。違うって。いや変えなくていいんだけど、変えなくていい。ちょっと待って、あーやったなー、これ67にしてしまったなー。これはかなり痛いですね。増やしたいやつ増やせなかったし、ね、うーわどうなる。これ完全にやったわ、今完全に見間違ったわ。うん、変化はもう足りてますね。問題は筋肉。筋力足りなさそうだな。うん、ここはもう足りてますね。筋力ですね、とにかく。で、葵ちゃん完走しました。成功。完全に筋力だな。よくクロスしたな。よくクロスしたな。うん、まだ160ぐらいですね。筋力だな。負けられないです。リリーフ。頑張ってくれ。163か。まあ、可能性なしではないが、行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。おお。そういえば、こんなコンボあったわ。とにかく筋力。まだ守るがやたら残っているので、これがうまくいければ、いけるかもしれない。おお、素晴らしい。行ったやつが。言ったら現実化した。言葉が現実になった。ありがとう。持つべきものは守るでした。問題はここ勝てるかどうかな。今166なので、まあワンチャンって感じだな。はい、行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。守る頼む。頑張れ。守る頑張れ以上。今日の作戦名、守る頑張れ。5962だと一応クロス発生するようになるね。価値観上げます。守るがクロスしなかったら本当終わるんだけど。休みましょう。これでも変化球もやばくないか。両方ともやばいな。いけますか。はい、勝てました。次行きましょう。わあ素晴らしい。124入っている。変化は大丈夫かな。124か、ちょっと筋力足んないっすね。やっぱ167キロかな。うん、変化は最後の試合で足りそう。
チは168だね。もうちょい行きましょう。はい、勝てましたということで次行きましょう。さあ来い、ワンちゃん。はい、162、30か。変化いかないと変化が伸びきらなさそうかな。まあ、ただこっちも168のちょっとって感じか。なので170きついか。170はいきそう。今68で200点入ってきているので、まあ、2キロは上げれるなって感じ。3キロは怪しいかもしれない。総編の方は36にしてもさほど差はないので、多分これは急速いった方が伸びそうな感じがします。うん、オッケー。いや惜しかったっすね。まあもうワンチャンって感じか。これなんとか71は乗る。あと103にいけるかな。ワンチャンいけるかな。試合に勝つとか120点って入ってくるよね。いきますか、ちょっとだけ使って。はい、勝てました。ということでこれ最初、うわー18ホールしか入ってね。これは終わった。はい、うわー今いけそうだったな。残念、ちょっと自分のせいでダメになりましたいうふうに思います。ちくしょう、あと1ポイント。まあ、タックがはまらなくてもこれくらい点数が出れば、まあ、1万8000点ぐらいでなんとか帳尻が効くみたいですね。うわー悔しい。あと変化1、まあこんな感じでした。まあ、タックがはまってもいけますし、タックがはまらなくてもね、18ぐらい出ればなんとかなるみたいです。ぜひぜひ皆さんも挑戦してみてください。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。